幸福の科学へようこそ。私は幸福の科学職員よくに秀幸と申します。よろしくお願いいたします。幸福の科学職員の高宮吹希です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日のテーマはですね、幸福の科学職員が、勇気を持ってお送りいたしますけれども、宗教はなぜ必要なのかということをですね、話したいなというふうに思っております。一言でもしね、宗教って一体何なのかということを私考えた時に、やっぱ宗教というものは、例えば国語は言葉を教える学問じゃないですか、はい、でその国語の文学の中にもちろん素晴らしい文学があって、その文学によってなんか心を学ぶことはできるんですけれども、でも国語の目的は文学を教えることではなくて言葉を教えることなんですよね、うん、で算数とか数学は数字の学問ですし、科学はもちろんその科学ですね、核兵器の作り方は書いてあってもその使用する心までは書いていない。だから心について、あるいは人生というものについて、生き方について教えるものは宗教なんですよね。で、インドでかつて1920年代にアマラとカマラという少女がいて、この少女たちは狼に拾われて育てられたがために狼のように生きてしまった。でこの話すごいね、左翼系の人たち嫌うんですけれども、近年もいっぱいいろんな国々でジャングルとかで動物に育てられてしまった人って見つかってるんですね。ですから人間には教育が必要である。でもその教育として一番大切な教育は何かって考えた時に、やっぱ宗教というものが必要不可欠である。でその宗教から学ぶからこそ、人はその人間として生きていく中において道徳心というものを身につけていくことができていくんであって、今ある道徳というものもゼロから生まれたんではなくて、元を正せば、日本であれば神道ですし、東アジアでは中国から始まった儒教であるし、このアジアで全体で言えば仏教があるし、キリスト教、ヨーロッパで言えばキリスト教であるし、やっぱこう宗教というものはやっぱ教育の原点であるなと思うんですよね。フキさんって、いつも呼んでますので、はい、フキさんと呼ばせていただきますけれども、はい、フキさんはなんで、幸福の科学 の会員というか、出家者になったんですか。なんで出家者になったか、会員になったか、元々の信仰を持ったきっかけ、母と姉が先に会員になりまして、電話されたような形ですね。お姉さんとお母さんから勧められた。そうですね。お姉さんはおいくつ離れてらっしゃる。4つ上で、はい、でおいくつの時ですか。それは高校生の時だったと思います。高校生の、なるほど。高校生の時にお姉さんに紹介されたと、はい、なるほど。最初どういう感想だったんでしょう。最初は、そうですね、ちょっと姉があまりにも熱心に信仰するので、ちょっと新しい宗教を熱心に信仰するわけですね。そうですね、はい、で一生懸命お話をしてくれて、こちらとしては大丈夫かなではないですけ ど、ちょっとこう温度が高くなってるんだったらこちらは冷えた方がいいのかなっていうようなスタンスでいたかなと思いますね。そのフキさんがなぜに、こう信仰を持つようになったんですか。きっかけは何なんですか。冷えた態度で見てはいたけれど、教えが間違ってるとかはそもそも思っていなかったんです。なるほど。ちょっと先ほどお話してて聞いたんですけど、高校生の時に一回ちょっとこう、学校に行かない時期だったっていうのそうですね、はい、生きる意味とかが、分からなくなった青春時代が。何年生ぐらいですか。高校1年ですね。割と入って早々につまずいた記憶があります。いわゆる不登校。そうですね、1、2ヶ月ぐらいは体験したかなと思います。なるほど。でもその進級とかそういうのには問題なかったんですか。進級に関しては、やっぱり学校の先生方がお家までお迎えに来てくれたりとか、本当に授業座ってるだけでもいいからそこから始めろと進めてくれたり、だいぶ支えていただいたので、そこに関しては大丈夫でした。なんか先ほどきっかけとして、なんで生きてるのかがわからないとか、なんで勉強するのか、あるいはなんで努力するのかわからないっていうところから、ちょっと学校に行く気力がなくなったってなりましたけど、その復活のその
何のきっかけは何だったんですか？復活、不登校の復活のきっかけは、はい、まあ、いろいろあったんだろうなとは思うんですけど、はい、すごいインパクトが強いものとしては、うん、カウンセラーの先生が保健室でお話を聞いてくれてたんですね。で、まあ、今のカウンセリングっていうのは、うん、その人が悩んでる問いに対して答えを出すわけではなくって、うん、傾聴というか共感がベースなんですけど、はい、まあ、それをされて、私はなんで生きてるのかがわからないと聞いた、言った時にカウンセラーの人も答えが出るわけじゃなく、それをこう復唱してくれるようなのが何時間も続いたんです、うん、そこからどうやって会員になるんですか？でこれで、はい、ちょっとこの状況から、はい、あのこれは人から答えもらうって無理だなっていうような形で、聞いても分かるもんね、これ拉致開かないなって自分で思ったんです。なるほど、はあ、でちょっとこれは自分で見つけるしかない、探すしかないと、うん、でなるほど、姉が大学で、まあ、地元を離れていたので、うん、夏休みの間少し遊びに行きまして、うん、はい、まあ、不登校だったので行けたんですけど、うんうん、熱心なもう信仰を持ってるお姉さんですね。そうですね、その頃はもう姉は大学だったので活動していたんですけれども、はいはい、その時に学生部の集いに連れてってもらいまして、なるほど、私が一通り、まあ、悩みというか、うん、そういったものを打ち明けた時に、うん、あのそのままでふきちゃん、あのそのままのふきちゃんでいいんだよっていう一言を言われ、高校科学の学生たちが、そうそうですね、そのようにそのままでいいんだよって言ってくれましたね。そんなことを、うんうん、言われるとは思っていなかったので、なるほど、変わらないと生きていけないと思ってたので、なるほど、ある意味衝撃的だったんです、そのままでいい、私にとって。なるほど、うん、やっぱそれで高校の科学は何か違うんだろうなっていうのは、もともと教えは違っていないと思っていたので、うん、なるほど、踏み込もうと思いました、ね、そこから、なるほど、高校の時、あ、それで高校じゃも、はい、ちゃんとこういろいろな自分なりの何か答えが見つかって、はい、行くわけですか？そうですね、その頃はどうだったかな、うん、でもあの高校の科学って学業を大切にするっていうベースあるじゃないですか、うんうん、はい、自分の志を固めて大学進学するっていうところを目標に、そういう目標、志を持って、そうですね、まずはそこだよっていうふうに教えられたので、なるほど、頑張っていこうと思っていた学生時代でした。なるほど、はい、で聞いたところによりますと、はい、看護学校に、はい、看護大学、看護師になろうと決めるんですか？じゃあそこから、そうですね、高校、うん、家族がもともと医療系のお家だったので、お母さんも、はい、母が看護師、お父さん医師だったので。ああ、そうなんですね。お姉さんも、はい、医師をしています。それでじゃあ私も看護師になろうと。そうですね、看護師になって、まあ、苦しみ、うん、苦しんでいる人たちを助けるようなことができたらいいなと思って、うんうん、なるほど、看護大学に進学しました。なるほど、はい、それでなぜ高校の科学の職員になろうと思ったんですかね？そうですね、病院には病を持って、うん、治したいと思って集まって来られると思うんですけれども、うん、やっぱり心が、うん、心や生活習慣が原因で病気になっていくっていうことも、まあ、半分以上あると思うんですよね。いや、半分以上そうでしょうね、うん、でその困っていらっしゃる方に医療的看護的措置で治してあげるってことができたとしても繰り返してしまうかなっていうのと、根本的に、うん、心が救われないと本当にその人は救われたことになるのかっていう問いが自分の中でやっぱ看護実習してると出てきますよね。まあ、心が例えば、まあ、こう暗く落ち込んでたりすると、うん、はいはい、それで病気になることもあるし、ね、心がまあ日々の生活を作っていって生活習慣を作っていくから、心によって生活習慣が作られて、その生活習慣によって今がんになるとかよくありますから、はい、結局心の問題は心であるということに気がついて、うん、ね、心が救われればもっと健康な人が増えていくっていうような発想に変わっていかれたと。そうですね。で、じゃあ心を救いたいと思い、うん、受験を考える。そうですね、うん、まあ、心の医者を目指せというふうに、まあ、高校への投票にも書かれているかと思うんですけれど、 それはもうじゃあ22歳ぐらいの時。そうですね。なるほど、はい、で今お母様でいらっしゃいますよね。
はい、二児の母ですよね、はい、お母さんでいらっしゃって、下の子がもう小さくて、ま、だ2歳、はい、2歳、この前雨の日にあの抱っこして歩いてたら長靴が起こったって話でそうですね、可愛い話がエピソードで、抱っこすると寝ちゃうので、なるほど、起きてたら落ちたって言うんですけ ど、うん、なるほど、言ってくれなかったのでどこで落ちたか分からない。隣のトトロのメイちゃんみたいですねなんかいいエピソードですけど、まあ、そうかで看護師になられようとして、でも心が日々の肉体を作るし生活習慣も作るから心を救いたいと思って出家された、はい、で心の医者になりたいと思われた、で今母となられて、はい、フキさんにとっては、あ、宗教はなぜ必要かってことを考えた時に、うん、どう今どのようにお考えですか？そうですね、まあ、子育てのところに、まあ、関連して言うと、うん、やっぱりあのどういった態度で、うん、どういった心持ちで親が子供に接するかっていうのってすごく子供の成長、うん、人生の基盤を作る時期だとは思うので、うん、そこに非常に深く関わってくると思うんですが、うん、親になったとしても、うん、あの立派な親とは限りませんよね。そうですよ。そうですよ、ね。なんでこのしみじみっていうのがわかるか、ね。私まあ子供いませんけど、親になっただけでね、みんな素晴らしい人格者になるわけじゃないんですからね。うん、まあ子育てって大変だなとは思うんですが、まあその一方でやっぱりこう幸福の科学は正しき心の探求を、うん、まあ基本的な教え。正しい心を探求し続ける。そうですね、自らの正しき心の探求なんですよね、はい、自分の中にある正しい心を見つめていこう、はい、探求しようというのは幸福の科学の唯一の入会資格ですね、はい、やっぱりこれを日々、うん、あの考えて、うん、あの間違ったと思えば自らの心を反省したり、うん、正しい心で子供と接するっていうことを気をつけておかないと、うんうん、これがこの日々のとっさの一言がどんな風に子供に影響を与えるのかなって思うと、あ、これは信仰を持ってるっていうことは大きな、なるほど、あの、うん、鍵というか、そうか、いや、まあ、ちょっと最後に、ね、なってきましたけど、今世の中では精神疾患といわれる病気になって、はい、心の病にかかっている人が400万人400万人ですよ、はい、で何らかの薬飲んでる人もたくさんいるんですよね。だからそれは人間関係、仕事の悩み、あるいは将来への不安、現在の自分に対する不満、過去への劣等感とか挫折感とか、いろんな事情がありますよね。仕事とか、はい、人間関係、過去、現在、未来ありますけど、そういう心の悩みを持っている人がたくさんいて、400万人と言われていて、みんなそういう人たちが行くところが精神科だったりして、はい、薬を頼りにしている部分があって、うん、あるんですね。でもやっぱそういうものを解決していくためには、はい、その変わらなくていいんですけれども、先ほどの高校生の話で、ね、でも何か自分からなんか一歩踏み出していくことによって、なんかこう変わっていくところってあるんじゃないかなって思うんですけど。そうですね、あの心を変えるっていうことに関しても、うんうん、はい、非常に大事で、私が高校時代あの変えなきゃと思ってたのは、うん、なんていうか、うん、違う人物にならなきゃいけないと思ってた、ああ、なるほど、感じのこう切迫、うん、観念みたいな感じでした。その自分の長所とか短所とかを正しく見つめられない状態だったので、その傾向性のまを愛しなさいっていう意味だったかなと。なるほど、そのままの福地さんでいいんだよと。でも何か自分の中で考え方を変えて、はいはい、努力していったら環境が変わっていた。自分の強みと弱みと愛して、うん、強みを伸ばしていくっていうような意味ですかね。まあ、環境を変えようとしたり、あるいは自分を変えよう、自分を生まれ変わろうと思うけど、自分の心を高めていったら、はい、そうですね、環境が変わっていった、心境が上がっていったら、心境が良くなったら環境が自然に変わっていって、今こうしているということでですかね、はい、まあそんなところでしょうか。またこのテーマはいろんな方とお話をしていきたいなと思いますけれども、今日は、宗教はなぜ必要なのかということをお話させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。まずですね、人生の目的というものを考えるときにですね、第一の目的はやっぱりですね、
自己発見の旅であろうと思うんですね。個性を持って生まれてくるということ自体がですね、自分自身の人生というものを極めなさいということなんですね。自分自身のなぜこういう個性を持って生まれたのかと、いかなる人生を与えられたのか、まず自己を探求して発見しなさいと。自己探求発見の旅、これはもう誰もが逃れることができないことだと思うんですね。もう一つはやはり他者との関わりですね。他者、他の人たち、社会との関わりにおいて自分はいかなる役割を果たすことができるのかと、他者との関わりにおいて自己をやはり知るですね。もう一つは知って影響を与え合う存在として生きていくことの大切さを学ぶということですね。これが人生の基本的な2つの目的だと思うんです。で、他の人がいませんと自分自身を知ることもなかなかできないんですね。自分一人だけでいてもなかなか自分を知ることはできない。いろんな考え方の違う人ですね、意見の違う人ですね、好きな人嫌いな人いっぱいいてですね、初めて、自分自身っていうのも分かるし、人間の違いを知ってですね、自分の考え方が偏っていたりですね、平均的でないかどうかも分かるようになる。だから、人が自分の思うようにならない、そういうふうになってくれないけれども、いろんな方がいるってことが本当にありがたいことなんだなと。自分を教えてくれる、自分自身を教えてくれる、いろんな、ああこんな人がありえるんだな、存在できるんだな、こんな考え方があるんだな、こんな性格がありえるんだなと、まこと不思議に思うんですけれども、それが逆照射されて自分自身を知るためにどうしてもいろんな多様な能力や個性のある人が必要なんですね。で、共同生活をしているわけですね。人がいなければ自分自身が分からないです、全然ね。これが神様、仏様と言われる存在が実は世界を作った理由でもあろうと思いますが、相対的な世界を展開することによって、互いに磨き合う世界を作ることによって自己認識を深めているですね、自己の可能性をまた楽しんでいるというふうに思われるわけですね。人生には悩みや苦しみはたくさんあるでしょうが、それはでも実際とてもありがたいことだというふうに思ってください。そのありがたさをやはりしみじみと分からなければいけないですね。悩みがないっていうのもまたそれは発展性がないことを意味していますので、皆さんの持っている悩みに解決がつかないものもおそらくあるでしょうけれども、その中に、無限の発展の可能性が宿されているんだと。失敗の多い人生を悔やむ必要はありません。失敗の中に次の創造の芽、発展の芽というのが必ず隠されているものなんですね。